かつて、石川県白山市に本店を置いていた、信用金庫。略称は鶴新。2020年9月7日に、北陸信用金庫と対等合併し、白山信用金庫となり鶴木信用金庫は、消滅した。2020年6月時点。営業区域は、河北市、河北郡津畑町以南の石川県となっているが、河北市、加賀市並びに、 河北軍二丁には出店していない。旧北陸信用金庫との合併に伴い、旧剣信用金庫の店舗名は合併を変更されたものがある。ふとじわ白山信用金庫の店舗名。ATM では、北陸地方三県内に本店を置く、信用金庫のカードに限って、ATM 利用時間内にかかわらず、入出金手数料が終日無料で利用できるほか、 北陸3県以外の信用金庫のカードでも、平日8時45分 -18、00の入出金、土曜9時 -14、00の出金に限り、手数料が無料で利用できる。2019年、障害担当だった職員が、約20万円を着服していたことが判明し、懲戒解雇された。ありがとうございます。